こんにちはです今回はあ知っておきたいゴールドの基本ということでえ金ですね投資商品である金についてお話をしていければと思っております、はい、で今日のあなたのお悩みは、まあ、米国債券少しね話題になったんですけど一方金はどうなのと基本情報とか買う方法そして今が買い時なのかこれを知りたいということですでそれに対して回答としては まあ金はですねドルと逆相関に動く商品であって、まあ、もしドル資産を持っているんだったら、まあ、ヘッジとしてですね金を持っておけたらいいんじゃないかなと思っておりますはいで今日の内容っていうのは金を買う3つの理由と実際金を買う方法ということで投資信託と ETF をご紹介しようと思いますで実際どれだけ買うのとえこれに関してはちょっと私の試験でありますがお伝えしていければなと思っております はい、私本業は会社員でおりまして副業としてまあ投資家とかブロガーとかクリエーターとして活動しておりますで今資産は8桁になってきておりまして大体年間350万円ぐらい増えているかなという印象です はい、でノートを始めましたあの少し宣伝にはなってしまいますが、えー、ほったらかし投資に不安がある方そして分散投資に興味がある方を対象に、まあ、月300円でノートの記事を公開しております、えー、最初の月は無料でございまして、えー、月4本以上の記事を作っておりますで中身としては、まあ、実際ねこの投資資産1000万兆の売買の内容っていうのをリアルタイムで 即日または翌日に何を買ったのか、そして買わなかった場合は何んで何かを買わなかったのかというのを記事にしております。で、また FOMC ですとか CPI とか何かイベントがあると、まあそのイベントに応じてミニコラムっていうのを書いております。興味があればぜひ初月無料なので遊びに来ていただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、では今日の内容参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。 なお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきます。はい。で、金を買う理由ということで、3つお伝えしようと思います。まず1つ目は、回復が早い、つまり資産全体に安定を与えてくれるということです。左側に、コロナショック時のですね、金の価格と S&P500 の価格っていうのを表しています。 で上にあるのが金ですねで。下にオレンジのラインで引いてあるのが S&P。コロナショックの時、かなりね、えー、暴落したかと思うんですけれども、まあ、コロナショック、回復までの期間が、金はやう約1ヶ月ですね。1ヶ月で回復しました。でも一方、S、S&P500 っていうのは6ヶ月かけて回復してきたということで、まあ、金がですね、いかに回復が早いかっていうのがこれでわかるかと思います。なので、資産がね、 一時、えー、ガッと下がったとしても、まあ、回復が早いということで資産全体に、ね、速やかにこう安定を与えてくれる、まあ、いい商品かなと思っています。で、2つ目の理由ですね。まあ、金はあ量がです、ね、限定的なので、まあ、そもそも価格がです、ね、下落しにくいという特徴があります。まあ、ここに非常に簡単なケースを書いたんですけど例えばある町にケーキ屋さんが A 店 B 店と、まあ、2つありましたと。 ま、A と B は競合ですと。で、もし、そのね、街にイチゴが1個しかなかった場合は、ま、効果、非常に高くてもね、えー、売れるかと思います。なんでかっていうと、貴重だから。A 点と B 点は、わずか1個しかないイチゴを取り合って、まあ、いくらね、高くても多分売れるでしょうと。ただ、一方、イチゴが5個という場合には、まあ、安くしないと売れないですね。なんでかっていうと、量が多すぎるから。 で金というのは世界中に大体ですね、プール4つ分ぐらいしかないと言われています。で、これ以上掘るというのはなかなか難しいと言われております。で、一方、エネルギーとか他のね、コモディティと言われる商品は、量がですね、結構限定的ではないと、つまり増えてくる可能性があります。まあ、エネルギー、原油とか限られているという方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、バイオエネルギーなどの代替製品というのが大体あります。 で、一番有名なのは、ま、紙幣ですね。まあ、中央銀行各国あるかと思いますが、その中央銀行がお金をね、すればするほど増えますので、円であれば円の価値が下がる、ドルであればドルの価値が下がるということになってしまいます。ただ一方、金というものは繰り返しになりますが、量が限定的なので、まあ、価格がね、そもそも下落しにくいという特徴があるので、まあ、資産がね、そんなに減らないということになります。 でも、ご存知の通り、このね需要曲線と供給曲線が分かりやすい方はこれで見ていただくといいかと思います。先ほど紙幣とか不動産とかエネルギーっていうのは価格がね。下がる可能性があると言いましたけど、ま、それはこの需要供給曲線っていうので説明ができます。でもわからない方はこのターンスキップしていただいて、あの次のね話に行っていただければと思います。 まあ左側に需要曲線このように、そして右から供給曲線このように書いていた場合に、供給量が増える。例えば、市営だったらする。不動産だったら土地を埋め立てて新しく何かができる。でエネルギーだったらまあ掘る。ないしはバイオエネルギーなどの代替製品が出てくる。まあ、そうなってくると、このね、供給曲線、ピンクで示した供給曲線が右に行きますので、価格が下がる。 価格っていうのはもともと需要と供給のバランス、この接点で価格というのが決められておりますので、供給曲線だけ右に行ってしまえば、どんどんとこの価格、つまり接点が下がってきて価格が下がっちゃうということですね。なのでこれは身近な野菜とかね、果物とかお魚とか、そういうのでもたまに見るかと思います。今年のサンマは安いなとか高いなとか、あれはいっぱい取れたから安い。 全然取れないから高いということです。なので金を買う理由というのは、まあ量がね限定的だからというのが二つ目の理由です。はい。で最後三つ目、これはですねドルと逆相関だからと。つまりドル資産のリスクヘッジになるということです。で本当にねドルと逆相関になるのっていうのはここ二千二十二年の時の FRB の利上げをテーマにちょっと見ていきたいと思います。 左側にチャートを示しておりますが下が金ですねで上がドルこのオレンジがドル指数と言われるものですで2022年 FRB はですねドルつまり金利というのをどんどん上げてドルの価値がねこういうふうに上がってきておりますでその結果金に関しては今度下がってきてますなのでこれを見ればもうドルが上がると金が下がるというこの逆走感というのがわかるかと思います なので、えー、ドル建ての資産例えば米国の ETF とかねそういうのを持っているんだったら金はですねその資産をあなたの資産を守ってくれるということになります。 よくですね、まあ、SNS ですとか、まあ、YouTube とかでは VOO を持ってますよとか999持ってますよという S&B500 や Nasdaq に連動した ETF のお話をよく見かけますがもしドル資産をねそうやって持っているんだったらそのヘッジとして金というのも一部持っていてもいいんじゃないかなと思っていますはいではですね実際金を買う方法ということで ETF とか投資信託をですねご紹介しようと思います で、今回3つですね、有名なものをちょっと取り上げてみました。左側から、iShares Gold Trust。で、これはシンボルですね、IAU のこの3の字ですね。で、残り右側、SPDR Gold Share。で、これの ETF の場合が GLD、シンプルですね、ゴールドと。で、投資信託で買ていたいという場合は、コードが1326です。で、純資産、また経費率、価格。 通貨表示等々ありますが、まあ、お好みの、ね、ものを買っていただければいいかなと思います。で私は投資を始めたすぐの時に、この SPDR、ゴールドシェアの投資信託を買って今も保有しております。でもう何がいいかっていうのは正直もう好みでございまして、えー、と例えばですね、単純に資産が大きいこの SPDR でゴールドシェアっていう方もいらっしゃいますし、 経費率が安いこちらですね、i シェアズのゴールドトラスト IAU を買うという人もいますし、1回あたりの価格というのが、やはり IAU かなり安いので、IAU で買うとかですね、あの円建てで持っておきたいから、この投資信託で買うとか、人それぞれ好みがあるかと思いますので、参考になれば幸いです。 で最後、支援ですけれども、まあ実際金をね、どれだけ持っていくのということで、私は資産の10%ぐらいをですね、目安に金を保有しようと思っています。で、なんでかっていうと、資産の半分以上はドル建て資産のため、やっぱ金は一定数持っておきたいと思っています。で、ドル建て資産としては、まあ先進国の ETF、先ほどお伝えした VOO とか、999とか、あとは、 アツギリジェイソンが紹介していた VTI とかあとは日本とか欧州アメリカを除く先進国の ETF である VEA、e、とかも持っているのでこちら全部ドル建てですで新興国の ETF も持っていますしまた米国債券も持っていますので私の資産の半分以上ドル建て資産なのである程度のリスク平均として金は持っておきたいなと思っています 今現在5.2%でして、まあ、少しずつ状況を見ながら買い増しをしていこうと思っていますでなんでじゃ資産の10%ぐらいなのっていうと、まあ、今はね今働いていていわゆる給料が毎月振り込まれるので、まあ、生活には基本的に困らないなのでそこまでですねリスクヘッジを高くねこうカバーしておくっていう必要はそこまでないかなと思っているので、まあ、10%ぐらいでいいかなと思っています これはあなたの、ね、リスク許容度とか資産の大きさとかですねそういうものにいろいろ依存するのでポートフォリオというのは正解はないのでこれはもうですねあの各投資家好きに、まあ、オリジナルで考えながら試行錯誤でやっているというのが事実かと思いますので、まあ、そんなに、ね、気になさらずに金に興味があれば、まあ、ちょっと、ね、まずは買ってみるというのもいいかなと思っています。で私の2023年は金を、ね、少し買う予定でいます。 で左側に先ほどのご紹介した SPDR ゴールドトラストのちょっとチャートを2020年から2023年の今に至るまで描いています。で、こうやって見るとですね、2022年の後半、ここに確か11月ぐらいからだったと思いますが、まあ、急激にこう、ね、上がっています。で、これ理由は皆さんもご存知かと思いますが、えー アメリカの、ね、FRB の金利、利上げというのが少し、ね、鈍化するんじゃないかというような、まあ、目星が、ね、立ってきまして、まあ、それに伴ってドルの価値、先ほどご紹介したドル指数がちょっと、ね、下がってきています。なので今、金は上がっているということですね。RSI というのは今70。RSI って何かというと、まあ、勢いですね。 つまり今、買いの勢いが70ということで、この点線が70なんですけど、だいたいそこに至っています。これを70超えると、正直今、買われすぎという状況ですね。なので、本当はね、このあたり、ドル指数が下がってきて、金が上がり始めたときに買えばよかったんですけど、正直出遅れた感がありますね。なんでかっていうと、2022年は利上げだと思って、金は価値が下がる。 っってていうののが私の中にずっと残っててで2022年時代に金を買うっていう,もうアイデアが、ね、もう頭の片隅のさらに片隅ぐらいにこうもう追いやられていて忘れてたっていうのがありますなので、まあ、今ねちょっと金を買うのに出遅れだなって正直反省はしてるんですけどただ2023年以降はですね、まあ、利下げが想定されています 23年中に利上げがストップして、まあ、後半には値、ね、下げが始まるんじゃないかって言われているので、まあ、それを考えると、まあね、そんなに金を買うのに出遅れた感はないかなと思っているんですけど、まあ、状況を見ながら少しずつ買うかなという感じです。なで、ご興味があれば、先ほどご紹介したノートでですね、金を買おうか悩んだ時っていうのは記事にしてますし、実際に金を買った時も記事にするかと思いますので、ぜひノートの方も遊びに来ていただけると嬉しいです。 はいということで、今日の内容は、この知っておきたいゴールド、金の基本ということです。VOO とか999など、やっぱドル建て資産をね、たくさん持ってるって方がいらっしゃるかと思いますので、まあ、金はね、一つの投資対象として見ていくことをいいかなと思っていますで。私自身ですね、先ほどお話ししましたが、2022年は利上げと考えて、もう金のことをもうすっかり忘れていました。 中には今日ね初めてあ金ってこういうもんなんだって知った方もいらっしゃるかと思いますのでぜひ、まあ、ね興味があれば今後も見ていただけると嬉しいなと思っています。はいということで今日のお内容を少しまとめてみようと思います。まあ、金の特徴っていうのは3つありまして一つは回復が早いでだから何なのっていうと資産全体に安定を与えてくれる。 2つ目、金は量が限定的。でそれを解釈すると、まあ、価格が下落しにくいということです。3つ目はドルと逆相関するということですね。なのでドル資産のリスクヘッジになりますよと。で実際に、ね、出遅れているかと思うんですけど23年は金も買います。なので少額コツコツで買えば。 まあ購入平均価格を安定させることができるので、まあ、毎月ゴールド、金はまあ買う対象としてちょっとチェックしていこうかなと思っております。はい。で、先ほど金はね、私今5%ぐらい持ってますよってお話をしましたが、毎月1回ですね、資産公開動画を作っておりますので、ぜひ興味があればチェックいただけると嬉しいです。で、少しですね、今、プチで。 個人的にはプチバズっていうのが、この米国債券を買うっていう動画。あのー、なんかこの債券ね、確かに今年2023年買い時なんですよ。なので、それが控訴ううしてか、あ下にね、書いているこの米国債券を買うっていう動画がかなりね、今再生されているので、ぜ、ま、ひ、あえー、なんでしょうね、株 思っている方は債券もですねリスクヘッジ商品としてい、いものだと思うのでぜひこのでこ動画もチェックしていただけるとと嬉しいいいですはい、ということで今日もご視聴いただいてありがとうございました。まあ、こんな動画が見たいとか、これを解説してほしいとかっていうことがあれば、ぜひリクエスト欄に書いていただけると、コメント欄にですね、書いていただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。